ルサ3世は、ウラルト王国末期の王。推定在位期間、紀元前605年から595年。エリメナの息子。ルサ3世をはじめとするウラルト王国末期については、資料の発見が極めて限られており、なおも不明な点が多い。このことはウラルトをめぐる。 国際環境の変化が影響していると思われる。ウラルトゥの長年の宿敵であり、紀元前7世紀以降は、属国として協力するようになったアッシリア帝国は、紀元前609年にシンバビロニアとメディア王国の連合軍によって滅ぼされた。シンバビロニアをナボポラッサルは、紀元前609年から607年にかけて、ウラルトゥを攻撃しており、 ウラルテはスキタイに加えこの二つの新興国への対処を迫られた。ルサ三世については、その実績を記した、非分数点が発見されており、実在が確認できる。父の名はエリメナである。非分の内容は、トゥシュパ、エレブニ、テイシュバニなどの諸都市に、穀物倉庫を作ったというものである。外交的には、おそらくメディア王国の属国となっていたものと思われる。 息子のルサ4世が後を継いだ、アルトゥニアンによる推定。あるアッシリア資料に登場する、ルサを、ルサ2世ではなくこのルサ3世とみなして、ルサ3世を、サルドゥリ3世よりも前の時代に置く説もあり、その場合在位年代はこれよりもずっと以前になる。来歴の部分での記述は、アルトゥニアンの推定に基づくもの。ローリンガー2004、P5 から6。 ありがとうございます。